すみません、材料の調達に少し手間取ってしまいまして。そこら辺においそれと売ってるような食材じゃないもんね。そうか？で、下準備にはどれくらいかかるの？もう少しだけ時間をいただければ。それじゃあマキナ、サチの作業が終わるまでのつなぎは任せたわよ。なんだい、ジョニー。約束の時間までもう少しあるし、ひつまぶしでも食べて暇つぶししないか。おいおい、ジョニー、ジャパニーズジョークなんていつ覚えたんだい？それこそ暇つぶしにね。先進んでいい。あとはこれを火にかけるだけです。
持つべきものはやっぱりできる後輩よね。でも小峰さん、ご飯の方はその鍋でも炊けると思うけど、マムシの方はどうするの？この鍋で一緒に調理しますよ。へえ、そんな作り方もあるんだね。調理法あったかしら。何あれ。何って、蛇じゃないの？ヘビね。
ありがとうございます。マムシっていうよりはヘビ全般？というより長い生き物が苦手なんでしょ？
じゃあさっちゃんが作った料理は後でみちるに食べてもらいましょうか。そうね。蛇嫌いなのに、マムシ並みの生命力ね。こと言ったつもりか。私もマムシご飯を作ったつもりなのですが、あんたが作ったのはマムシご飯じゃなくてヘビご飯じゃないの！ということはもしかしてミチル様が食べたかったのはウナギの方だったんですか？ということでしたら、念のために用意しておいたこちらのうな重を。
がれ、そっちを持ってきなさいよ。もう、
いつユミちゃんは出れるの？他に何があるっていうのよさ。Thank you.
よ、そんなもん。ねえけどさ、だって思わね？周りに壁作りまくって孤独を気取ってたら、なんかそのうちに嫌だ、そばにいてくれなきゃやーなのとか言い出しそうじゃん、あの黒髪。クーデレって人種もいるのよさ。
そうそう、だからお兄ちゃんにも協力してほしいのよさ。何しかとして部屋へ引きこもろうとしてんだ。こっち来て話の続き聞け。お兄ちゃんが参加しないとうまくいかないんだってば。
に来るのよさ。もうみんなも呼んであるし、お兄ちゃんだけスルーとか許さないのよ。話したけど、あの黒髪そろそろデレとかないとキャラも弱いんで一丁どうかなって思った次第なのよ。
けで、同志たちにはこれからあの冷徹女を出れさせるために各自作戦行動を取ってもらうこととする。